マンダラ寺は愛知県江南市前姫町寺町にある西山浄土宗の寺院。三号は日輪山。正名は日輪山返上公院マンダラ寺通称、秘穂のマンダラ寺本尊は阿弥陀三尊。富士の名所として知られる。玄徳元年、五代醐天皇の命により、おじである。 天神上雲を解散として1324年から1329年の5年の歳月をかけて創建されたと伝える。その後、後奈良天皇からも直眼寺の臨時を賜っている。かつては円伏寺と称していたが、干渉3年に現在の事号となる。豊臣秀吉からは204国の主院状をいただき、江戸時代には231国の国院場をいただいて、 明治維新まで続いた。織田、豊臣、徳川から科付された古文書類のほか多数の宝物を所蔵し、毎年春の藤祭りの開催に合わせて一般公開している。現存する制度は、寛永9年、当地出身で後に徳島藩祖となった八塚家政によって再興されたものである。境内の八塚家政検証の石踏九1948年。 西山浄土宗から、マンダラジを本山とする浄土宗、西山マンダラジ派として分派するが、1961年、西山浄土宗に合流する、本税院以下の八会員がある、愛知県江南市前日後町寺町202、ありがとうございます。